うぞ。迷ってるのか？わかった。出発しよう。緻密で荘厳たる佇まい。お稲荷はほっといて、どこか別の入り口がない。
これが私の本気です。敵の攻撃が来る。みんな備えて。みんな、いい働きぶりだったもん。こんな感じだ。よし、行こうぜ。えい、行くわよ。油断するな。遠慮しません。強敵だが、粘膜特性が弱点だ。それを狙っていけ。余裕の勝利ってやつか。やってしまおう。やりましょう。瞬殺だぜ。敵まだいっぱいいるね。俺も力は残しておいた方がいいかな。これが私の本気です。いい当たりだ。ノワール、その調子。おお、すごい。ご覧あそこで動けない敵がいるね。粘膜特性が効果的だぞ。追い詰めた。ノワールの気力がかなり消耗してる。注意してくれ。追撃するぞ。ノワール、続けて決めた。どんどん行きます。これが私の本気です。これが私の本気です。連動が効かない上に強敵よ。気をつけろ。ショータイムだ。ノワール、これでちょってく。強敵撃破だ。いいぞ。ノワール、よし、勝利だな。よし、先を急ごう。あそこか。でも届かねえよな。気力の消耗が激しいの。そろそろ引き上げないか。よかった、誰もいない。やっ。潜入したら準備はでき。よし、行くぞ。よし、
シャドウ発見。完了です。これでもっと力になるね。よかった。強くなっちまったぜ。兵道はこの先にいると扉。よし、行け、スカル。いや、無理だろ。仕方がないわ。お、宝箱だ。開けるぞ。シャドウだ。なるほど。ま、シャドウはいねえみてえだ。行こうぜ。ほっほう、これはいいな。あれ、調べてみないか。やっ。風が強いわね。落ちないように気をつけないと。でもこいつら強そう。敵の攻撃が来る。みんな備えて。
こい。はい、はこいつ手のあい。気をつけろ。目を覚ませ。遠慮しません。これが私の本気。あいつは任せてくれ。ソフィーの忘却状態。これが私の技を封じられちゃってる。それ様って何？これが私の本気です。ありがとう。敵の防御力が下がった。攻めるチャンスだぞ。それ様って何？みんな気力が減ってるな。よっ、無理は禁物だぞ。うわあ、ノアールナイスだ。うまくいったな。どんどん行くよ。これが私の本気です。助かりました。最大火力。敵が力を貯めてるみたい。能力変化に気をつけて。えい、遠慮しません。攻撃。強敵だな。気合い入れていけ。あいつは任せてくれ。じゃあ行く。彼のスキルの炸裂だ。見たかよ今の。スピードを上げろ。サポートは任せろ。シャラオラクライナー。やるじゃんスカルン。ジャラッチット、いい攻撃だスカルン。こんなもんかな。入った。ノール体力少ない。ボコボコだ。チェンジだな。任せとけって。邪魔だ。くらいな。なんかいっぱい刺さってる。敵に投げたら効果的かも。オーケー、ボコボコだ。ナイス追撃だソフィー。まだまだいけるぞ。華麗に避けたなソフィー。やっ、やっ、やっ、こいつ強いぞ。祝福も効かないから注意して。ペルソナキャプテン、いいぞ。スキルヒット。はっちゃん疲れ。追撃を決めるぞ。これでしまいだ。じゃあな。見て、あれ。おお、ということは玉座はこの、これが札幌の金。これ氷。全てを拒むかのようないてついた檻。ノワール、顔色が悪いぞ。うん。ではいつも通りや。なんで俺なのかわかんねえけど。あんたのせいよ。あんたが許可したんでしょ。あんな危ない雪像。まことに申し訳。来た。雪像。ここで、あの子は顔を返して。私の娘。今回の事故は謝ってるのが。まだ。まさか崩落するとは。でも私は何も悪くない。この安月給だ。今の声が兵道。雪像事故って。雪像崩落事故。それが彼女のトラウマ。つうか妙な男の声も聞こえてた。とにかく重要な手がかりなのは、ま、
像崩落時、一昨年の12月、札幌中央市出身、崩落に巻き込まれて9歳、当時も市長だった兵藤真理子が謝罪したけど、そっか。真理さんを問い詰めてた声は、あれが、多分あれは事故現場だ。雪祭りの会場。ああ、あの。